トースポ読者の皆さん、ボートレースファンの皆さん、こんにちは。福留光穂です。私トースポさんにて、船は本任せ、帆は風任せというコラムを、担当させていただいているのですが、本日はなんと福岡のテンジックさんにやってまいりました。ボートレースファンの皆様でしたらちょっと馴染みがあるんじゃないでしょうか。はいはいはい、ということで本日はね、とあるお方にお話を伺いたいと思います。レッツゴー、ゴーゴー、待って、この、合ってる。で、今日は、かの有名な西山隆弘選手のオールスターの激励会がね、とても騒がしく行われているということで、その様子に、潜入していきたいと思います。盛り上がっておりますね、とっても。すごい盛り上がってる。激励会、じゃあちょっと潜入したいと思います。失礼します。めっちゃ哀愁漂ってる。大丈夫ですか？じゃあちょっとすいません、失礼します。あ、すいません、じゃあちょっとこっち側に。こっちは大丈夫ですか？一番近いやつ。失礼します。あ、いた。あ、こんにちは。こんにちは。なんだ。西山さんですか？じゃなかったら誰なんだ。いや、東山さんかなって。そうそう、惜しいね。ついてみよう。はい、何、北山さん。あ、惜しいね。あ、南山さん。あ、惜しいね。西山さんです。しかねえよな。はい、じゃあまずはオールスターにかける意気込みを教えてください。早いな。だってここに書いてるから。意気込み、それはもうね、出たいでも出れん大会ですからね、お客さんの、ね、ファンの票数がないといけないんで、はい、それはもう一番気合入ってますよね。お、SG の中でも、はい、あ、やって、もうこれ優勝したら引退します。え、待って、ちょっと気が早いんじゃないですか。引退します。あ、じゃあ16,430票という結果についてはいかがですか？少ない。少ない。少ない。え、めっちゃすごくないですか？ミネが何ぼって言った？なんか2万何票ぐらい。絶対おかしいよ、だって。トークショー行くたびに入れた入れたーって俺全員今までの、数えたけど3万ぐらい売ったもんね。絶対嘘でしょ。マジマジマジ。え、結局ミネさんいくつだったんですか？2万2,500。開いたねー。いや、でもそんな、え、今年も2位ですか？今年は4位です。来年はじゃあ1位だ。いやいや、野球で言うと2番から4番には格上げしたんだから。確かに、うん、それじゃあすごいじゃないですか。すごいのよ、だからいいのよ、これで。いい、もうドリームに乗せていただけるだけでも感謝感謝。じゃあ近況は、うん、近況。アホ、お前近況ってお前、はい、365日24時間営業でお前絶好調や。はい、うん、よかったです、はい、絶好調ということで、じゃあボートレース多摩川の印象を教えてください。あんまり走る機会がないから、走った回数よりトークショー行った回数の方が多いんじゃないか。ああ、本当ですか？玉川さんはこの間もトークショー行ったし。ああ、確かに。数目の印象は玉川清水麺っていうのだけ。まあ関東の中ではね、清水麺だから、うん、だけ、うん、私でも知って。あとは印象ございません。今年のオールスターのオープニングセレモニーは何か考えられてますか？もう作戦は。でも大変ですよ。それはもうドリーム乗せてもらっと以上はなんかせんとね。だって僕が頑張りますって言ったところでしゃあないから。え、でもそれプレッシャーすごくないですか？やっぱ毎年面白いから。いや、だからみんなはオールスターに出る人はみんなタイトルを取りに行くわけで、僕は笑いを取りに行くだけであって、それ開会式終わったらうわ仕事終わったって終わるから。絶対ダメじゃないですか。ダメなの。だって去年なんか芦屋でそれ開会式やって、はぁ受けたぞ、よしよしと思って転覆やから。大丈夫です、今年は。今年はやる、でも清水麺だから。清水麺やから大丈夫です。いやね、1万6000票以上の人のために頑張りますよ、はい、僕は入れてもらったんでね、入れてくれた人のために、はい、頑張ります。頑張ってください。頑張ります。やだい、ちょっと手振るような感じ。あ、僕も西山さんみたいな。はい、一緒に回す。ありがとうございます。どうやったら伝わるかな。いやいや、もう十分伝わった。いや、絶対伝わってないんだよな、彼は今。私はにわかだと思ってる、絶対に。いや、いや、でも伝わりますわ。でも本当に好きになったのは高校3年生の時から。俺、物心ついた時に飯塚オートの歌ホットドッグずっと食えた。いや、じいちゃん
あ、じいちゃん。はい、で、死ぬ時に絶対に折り返せ。私のお父さんと同じこと言ってる。もう絶対これね、お父さんはずっと三着は流せやろ。それね、ばあちゃんが言った。もう絶対そうだよ。三等は流せ、折り返せ絶対言ってる。死ぬまで負けを認める。面白い。死ぬまで負けを認めやったら負けじゃないだろ。はい、ということで、ポンコツ会の会長と裏の会長がいらっしゃいました。すいません、お食事中、怖い。ラーメン食った後でいい。怖い。大丈夫みたいなので、お伺いしていきたいと思います。これビール飲んだらカロリーゼロや。カロリーゼロゼロ。これはちょっと白い丼で食ったらカロリーゼロ。カロリーゼロ。マイペース会に名前変えた方がいいかもしれない。ま、お、上手。お、でしょ。じゃあすごい最初から面白いこと言ったらチャーシュー1枚。あ、いいね。とんでもない質問ですけど、ね、西山…10枚集めたらチャーシュー麺。全然聞いてない。え、あ、すいません、はい、西山選手の人気の秘訣…秘訣秘密ありますか。どっちどっち。秘密と秘訣は大事っすよね。じゃあどっちも教えてください。じゃあ秘密の方からいく。はい、お願いします。チャーハン食ってから。あ、秘密俺知っと。おじさん怖い。秘密はね、意外にね、意外に優しい。あ、でも確かにそれはもうなんかあって2秒ぐらいでファンの方とかにはね、はい、完全優しい。奥さんだけ優しくないの。優しくせん。頭が上がらない。ちょべりぶ。尻に敷かれてるって感じですか。敷かれとっていうか、潰されて、うん、丸々捨てられてる。ファー。私より元気な人に久しぶりに会った。本当よかったね。だとこためになったね。お前めっちゃ生き生きしてた。いいですね、うん、なんか幸せそうで、ね、めっちゃ幸せ、うん、もうレース終わった後のこのラーメン最高。そこなんで、すっごい今日6着6着やけど最高やこれ。でも俺たちにも悩みとかあるんだ。え、それでも聞きたい。絶対言うなよ。え、めっちゃカメラ回ってるけど、どういうこと。大丈夫、カメラも俺ら気にしないんです。それもあるわ。あるっすよね。何に悩んでるんですか。悩み事がないこと。それ一番の悩み。先に言う。欲しい。悩みが欲しい。じゃあ、あります。俺ガチである。全然ない。放送されるのね、秘密やけど。何とかある尿関係が。ガチやから、ガチ。いや、わかるわかる。なるけな、お前ら言っとき、うん、みんな大変。もうそう、もうほんとね、ハンマークも漏らすし、尿も漏らすしね。わかるさ、キレが悪くなるでしょ。ガーッと、えって言って、よしって言って、一歩歩いた。あーみたいな。ほんとコンパースがいるから。飯食いよくない。ごめんごめん。人気の秘密は大体分かった。今大体分かったやろ。はい、マジで人情にあふれて優しい。人情あるね、うん、そうそう。おやじさん譲りやね。あ、誰やったっけ。末年やったっけ。末年。末年義理と人情しか教わってない。まあハゲてるけどな。何でも何でも褒めてくれる。本当に食べ物を食べても褒めてくれるけ、ちょっと怖いのが、うん、本当美味しいんかなって。俺のうちの店のラーメン食べて、だって褒めたらただになるんだよ。そうよね、全部ただなんだもん。褒める褒める。じゃあ私のことを褒めてください。未だに褒めるところがまだ見つからん。え、こんなに可愛いのに。嫌いなタイプ。女の人であんまり酒癖悪い人も見たことないな。俺、日高さんのしか見たことない。あ、見たことある。3188ね、最後はね、悪くない、悪くない。俺はもう、日高さん大好き。もう何も言えないからな、そんな言われても。大好き、日高さん大好き。そうなんだ、でも言いづらいしな。オールスターでポンコツ界の勢力がまだ躍進しているようですが、その秘密。ポンコツ界で性欲がある人一番なんで立ち上がろうとする。なんかポンコツ界の何。もう本当にさ、よくないよね。勢力、勢力ね、勢いの方ですよ。あ、勢いの方。はい、それ早く言わないと。勢いの方があるみたいですけど、その秘訣というか秘密というか理由は何ですか。やっぱなんすかね、尿漏れっすよね、多分多分。
あ、みんな尿漏れ気をつけとけ、ちょっとおしっこだけど、おのおのもう自由にするだけど、見てずーっと食いようやろ、ずーっと食いようしょうがないだろ、だってしょうがないだろいや、私も最近ニートからやっと上がったばっかりで、ニートから上がった、はい、2ヶ月前まで、ね、2ヶ月前までニートで、ちょっとあるあの YouTube の番組でバズって、バズって急に今ここまで上がったんですすごい、2ヶ月前までニートでいきなりポンコツ界に来た、え、そうです、急にいいね、ポンコツやな、うん、いやいや、そんなポンコツじゃない、立派立派立派え、おいくつでしたっけ、西山さん。37です。じゃあ私より一回りぐらい上ってこと、一回り以上ですね、17、じゃあ同じ干支じゃないんだ、そうそうね、え今スローカーブ投げてきた、え、わかんない、全然待ちきれやったよ、ホシロホシロが来たよ、あ、ホシロ俺すぐ取れるわ、マジってなんかセンターだったんで守ってたの、守ってたの、センター顔、ソフトボールやってたんですよ、わあいい、センター顔やね、10ヶ月でやめたいからね、あー、なるほどねー、セリハいいよな、これ AKB のセンターかと思ってねえ、それでも、あ、AKB は全然3軍の3列目でした、そうなの、え、AKB におった、 AKB にいました、おぉ、まあ、AKB っすよ、知らん、ブンブンBKB ボンボン AKB ボンボン、一応秋葉原の方にいたんですけど、秋葉原の方、一応でもね、機材の横で踊ってた、機材の横、後ろすぎて機材の横で踊りよった、そう、 AKB の B2 みたいなのです、あ、なるほどね、はい、じゃあポンコツ会のメンバーと入会基準を教えてください、入会基準ね、入会基準ちょっと今最近入会金が高いんですよね、会費はいくらなんですか、最近会費はもうちょっといくらですか、美女割とかない、いやそれ美女やったら割があるかもしれない、そう俺らもね、男子なんからでも金額的に言ったら本当に9800円、社長社長もう少し飲んでして社長、はい、じゃあ次、早っ早っ、じゃあ次、メンバーの中で最新のポンコツエピソードがあれば教えてください、難しいです、天才天才、もうほんとね天才、この間トークショー行ったんで玉川に、うん、で、あのね天才なの、はい、玉川に行ってまず玉川に財布を忘れます、はい、羽田に着きます、うん、羽田でマッサージ、こうなんかマッサージ、あ、チェアチェアをずっとあーってしてます、はい、飛行機乗ります、はい、福岡着きます、ふう、携帯がない携帯がずっとマッサージ受けます小馬さんと林さんから西山さんへエールお願いします、あるなんだこれ、あると思うか、まずな、この二人がエールは何かが分かってねえもうエールって何、応援応援、ビールの銘柄かみたいなあるだよ、エンマどうした、M サイズ、え、待って、私よりつまんないダジャレ言ういや、エールか、私もさ、エールか、ダジャレを思いついたけど我慢したのに、でも本当ね、開会式は頑張ってください、開会式はって言っちゃった、開会式はレースも頑張ってください、ね、成績はいいです、成績、開会式、成績はあのちゃんと石野くんとかちゃんと、でもね、西山さん、私さ、やっぱ客席で見てたイメージがすごくいっぱいあるんですけど、すっごいちゃんとしてる人ですよね、こう見えて、いや、ちゃんとしてるよ、うん、あなた、私の何なのさ、客席で見てるときは、ピットに帰るときに、うん、なんかダメだったときは、なんかみんなに頭ちゃんと下げてるイメージがすごい強い、ずっと思うやん、あれ、うのだるのだめ、お父さんと一緒にやっぱ西山はええなって言ってたのに、もう終わってみ、すごいちゃんとしてるイメージだから、なんだかんだね、なんだかんだ、なんだかんだ叫んだへへい、すごいうるさいあ、ちゃんとだよ、ごめん全然じゃあ全然あのラーメン食いに来たらおっただけで、ごめんね、疲れ様です、かわいいうわ、さすが、おぉかわいいかわいいあ、大丈夫です、あの、うまく聞き流すんで、全然バリバリ、すごいメンツ、ほんまに何でも大丈夫ですか、
森高さんが来てくださったということで、あのこのホルモンうめぇ君のホルモンはどんどん大丈夫大丈夫見て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 見それよりもこのホルモン見ろですか君の見ろは森高さんはポンコツ界ですか。もう見たら分かると思うけど全然ポンコツ界です。でもめっちゃさ生で見たらダンディでかっこいいですね。生で見たらどういうこと。違う、ポンコツ界ですか。ポンコツ界ではないの。うん、でもこういう付き合いがあるの、うん、絶対ポンコツ界ではないの。ポンコツ界には入らない。ポンコツにないもん。だいぶポンコツじゃないですか。ポンコツ界って1軍と2軍があるんですよ。で、あの助っ人外国人とかもおるんですよ。はい、ポンコツ界の助っ人外国人です。はい、ちょっと怖いんだけど、すっごい似てる。食べたい。ポンコツ界が勝手に一人歩きしだして人気になりすぎて、そうですね、ついていけないです。で、西山さん、ちょっとすごい怖いよ。レース上より真剣な目してるぜ。ダメ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 。はい、ということでポンコツ界激励会に潜入してみたでした。本当に皆さん明るくて楽しい会にお邪魔させてもらえて本当に幸せでした。5月21日から5月26日まで開催されるボートレース多摩川にて行われる SG ボートレースオールスター、ぜひ私も2日目の配信と最終日はボートレース多摩川であのイベントさせていただくので、私もボートレースオールスター楽しみながらあの頑張りたいと思います。なんで急にそんな静かになるの。楽しみつつ頑張りたいと思います。ということで皆さんご視聴いただき、オプションって何。極汁もうね、酔っ払いのおじさんたちがやかましいところで、動画を終わりたいと思います。皆さん本当にありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。ありがとう、ありがとう。うるさい。